はようございます。釣り子 TV です。これね、ちょっと先日とあるところから送ったブツが家に届いたんで、早速ですね開けていきたいと思います。ね、結構厳重な梱包がされておりますが、おいしょ。はい、開きました。じゃあ早速ですね中を見ていきたいと思います。ふっおっと、こんな、まだわかんないですよね。じゃあね、ちょっと出していきたいと思いますよ。はい、メガタチウオね、クールでね、宅急便で東京に送りました。昨日の昼に、沖縄で大和の営業所で出して、明日の午前中には届きますよ。もうね、早速新鮮な状態でこんな感じで届きました。なかなかすごい作業ですね。そんなにすごい曲げなくても入ると思うよ。ま、結構でかい段ボールくれたね。そんなでかくなくてよかったね。いやーでかい。はいはい、ヒヒドラゴン東京に旅立ちます。じゃあね、開封していきたいと思います。どれどれ、はいはい、家にやってきました。沖縄のタチウオくんです。おタチね、いやどんな感じなのかね、あとお腹の中に何が入ってるかなんかも気になるんで、何匹かね、クールで送ったんで、ちょっとねこれをさばいて食べていったりしたいと思います。ちょっとね、アップで見えるかな、こんな感じ。目がすごい大きいですよね。でもうね、牙すごいんだけど、こういう感じで、でこの先端のところまで長さを測るんですけども、もうだいぶね、死後硬直しちゃってると思うんで、縮んでると思うんですけども、釣った時は154センチぐらいあったかな、これ。まあね、こんな感じなんですけども、ピローっとね、これは何食分取れるかな、1ヶ月タチウオ生活とかできるかもしれないけど、はい、まあね、こんなものを東京に送っていました。じゃあね、ちょっとねさばいてる辺の動画なんかも作っていきたいと思いますんでね、よろしくお願いします。あやつザクザクっと切っちゃうから、うん、後ろビローンとさして頭の方だけ、でっか、結構引いとった、引く引く、でっけー、これはでかい、これはでかい、メガタチドラゴンでしょ、ドラゴンだよね。指何本だ、いや、7本、7本ぐらいか、これでドラゴンセブン、ちょっと持ってくださいよ。メガタチやってきましたよ。長い、えい、お願いします。牙見ますね、牙、この牙ねえ、下にサボってるんですよね。ねえ、ちょうど収納されるんだよね、これ。ここに穴開いてる、開いてる、ここに。面白いことになって、牙魚だね、ほんとすごいね、ほんとドラゴンだね、そう考えると。すごいよこれ、まだ目そんな落ちてないな、新鮮な感じでしょ、ついたてもっとビカビカです、ね、胃の中に何が、何食ってんのか見たいんでね、腹結構入ってるから、はい、はいはい、
硬い。あったな。弱いな。結構柔らかくなってる。うん、ちょっと薄いね。卵だね、それ。長いの。見ますか。見たいっす。何がいいんだ。あーもうなんか、なんか骨がいっぱい。縄切りかなんかかな。もう消化終わっちゃってるか。なんだろうねこれ。なんかいる。あー骨だこれ。魚か。魚食ってる。いやちょっとわかんない。わかんないね。でも口が上のこっちの方かな。頭かな。頭。うん。もう美味しく消化完了しちゃった後だったんですね。してますね。すごいな、うん。こんないいねチクチクしてもね大丈夫。あ上の方に。なんかなんだろう。あこれ頭だ。なんだ。これ口だ。でもこの口の形ってさ、うん、フグか。なんだよ。上向いてるね。あ、これハリセンボンじゃないかな。ああ。ハリセンボン餌になるらしいんだよね。これハリだよね、周りの。ハリだね。骨じゃねえわ。ハリセンボンが入ってる。すごい。この口だってフグ族だよね。くちばし系だから。はあ。ハリセンボンがこんなチクチクしたもん食ってんだね。すごいね。面白い。それで終わりだね。はい。もうなんか殺戮現場だね。ちょっと内臓でかいんですけど。さ、うん。が、ここで落としちゃっていいかな。あ、いいと思うよ。あ、硬そう。家のはそういう感じにしてもう冷凍してきちゃった。ここまでまだ悪くはなってないけど。そうだね。大丈夫そう。うん、なんかね、釣った時点からお腹は柔らかめだった。みんなちょっと歯とか入ると破れちゃってたから。 200m とかにいるからね。ういー、餌っすか。餌でやった。ジギングの人がでも一番ねでかい165釣ってたかな。てんやで。俺はてんや 300g の。300か。全部ねレンタルタックルで。試合でねちゃんと取る。匂い出ちゃう。試合もでかいな。鱗はないからさ、うん、サッチーは。
分とかからずこんな状態になっちゃいました。この前マッチーがやってたみたいなたたきとかでも美味しいらしいけどね。たたき炙り。目にしてもこんなにやつ。鼻にやりづらそう。発砲で送ろうとしたら発砲がでかくて今ヤマト受け取ってくんなくてで段ボールに入れ直してクール宅急便で昨日。あ、そう。今3辺の合計がはい100何とか決まってて。これはプロの、あのスーパーバーベキュー台で丸焼き一本焼きとかみたいですなんだこれ。なんかハモみたいな。ああ。でもね、本当ハモみたいに骨入ってないから、俺の雑なぶつ切りでもすげえ食いやすかった。綺麗だね。全然なくて。なんかこれない、ね。もうここのこれだけ。ボローンってそのふわふわの身が取れて。美味しかった。淡白な。ラスト。確かにちっちゃい方がめんどくさそうだね。俺一回なんかもらったんだ。ちっちゃい。はいはいはい、超やりにくい。こんなおろせん。おろせるけどもはや身がどっか行っちゃってる。あ、そっか、そうか、そうか。だからぶつ切りの方がいいんだよ、多分ね、ちっちゃいのはね。ここもすごいな、ちょっと骨が入ってるか。背骨さんがいるんだ。やっぱそう考えると尾っぽの方はやっぱぶつ切りだね。取れる方が少なかった。ぶつ切りしちゃうか。ヒレでかい。ひらひらだ。
フィレ復活顔もはい、ドンおい、ありがとう。50をさばくとこれくらい今後、ね結構ね、いやでも相当食えるよこれ。まあしばらく分、しばらく分ですね。ありがとうございます。おい、おいっす。塩ホワイト胡椒、このぐらいの量でもそれぐらいのバターぶっ込むんだね。なんだろうね、わかんないけど洋食やってる人って、ね、うん、バターもろ使うんだよ。いや俺ね今日ねちょっとバター少なかったかなと思って、本当もっとちゃんとやんないと。気にしないっすよねあんまり。高いけど、うん、これタイム、小麦粉、お客さん、お店でやる場合はなんか口打って曲がんないようにして焼くとか、うん、ちょっと今一瞬だけすぐ行くわ。あ、粉まだですか。あ、いけるかも。いけない、やばい、焦げる焦げる焦げる。あ、やっぱこれだ。あ、切れ目入れて取らないように巻いたんだ、丸まるとかね。ああ、ここだけ火が入ってて、切れ目入れた方全然取らない。これは、郊外に来てます。
なんて野菜？これはアカリアス。アカリアス、うん、独特な風味があってうまいですね。特製ドレッシング。これグレープシードオイル。ああ、グレープシードオイルか。あとシャンパンビネガー。はい。ああ、いいね。がっつり味が入ってるから、塩だけで家でやったらちょっと淡白すぎてもうすぐ飽きちゃって、こんぐらいもりってした味してくれると食いやすいな。うん、表の人たちにちょっと、はい、食ってもらって。お腹いっぱいだと思うんですけど、全然食べれる。いただきます。下のソースいっぱい目で食べたのが身がもうあれ淡白だから、骨はない、骨ない、骨ない、うん、おいしい。はい、タチウオのバター焼き、ね、うん、沖縄でもタチウオも釣れるんだね。そうそうそう、近年ちょっと種類違うけどね。明日からあの1ヶ月間ぐらいまかないこれなんで。そんなにやる。